俺が中任になって初めての任務が今回の任務だった。だが結果は隊員に負傷者を出し任務も失敗、散々な結果だ。力が足りなかった、俺が甘かった。クソ、お前がイライラしても仕方ないだろ。任務に犠牲はつきものだ。俺は今回の任務で初めて小隊長に就いたが、それで分かった、俺は忍びには向いてねえ。傷つくのが怖いのか。案外脆いんだな、男の癖しやがって。俺のような脳なしや忍びなんてやる資格はない。本当に仲間のことを思うのなら、逃げようとせずに強くなろうと努力したらどうだ。それが本当の仲間ってもんじゃねえのか。もう大丈夫だ、みんな当分安静の身だが、命に別状はない。しかも、どうやら任務失敗のようだね。だがみんな生きてる、それが何よりだ。次こそは、次こそは完璧にこなしてみせます。